はい、皆さんこんにちは、レクセン講師の森山です。本日はですね、特別ゲストに今年の一発合格者、私のクラスで勉強して、見事一発合格したゲストを迎えてですね、いろいろ勉強法を聞いていきたいと思いますから、これから合格目指して頑張る方もぜひ、参考にしてください。まず、自己紹介お願いします。はい、今年合格することができました長浜と申します。よろしくお願いいたします。長浜裕太君ですね。はい、はい、お願いします。22歳、はい、若いですね。大学生ですか？いや、今もう卒業して、はい、少し働いてます。卒業して1年目、はい、1年目ですね。はい、じゃあ始めたのは大学生の時ですか？はい、そうですね、大学3年生の12月頃を始めました。ああ、なるほど、はい、私と大体一緒ですね。そのぐらいになんか就職するかどうかとかいろいろ考えますよね。はい、そうですね、はい、私の場合にはなんかもう就職活動みんなしてて、あ、大学のサークルの幹事長とかしてましたから、あ、そうするとあれみんななんかしてるぞって出遅れちゃって、はい、これから目指せる資格ないかなと思って始めたんですけども、仲間君だって始めたんですか？始めるきっかけとか。きっかけですか？うん、最初自分行政書士をちょっと勉強しようかなと思ってたんですけど。行政書士、それはなんで始めようと思ったんですか？はい、その前に、なんか資格が欲しいなと思いまして。資格、はい、日照簿記の3級の資格なんですけど、そちらをちょっと取ろうと思ったんですけど、ちょっとどうも数字が苦手だなってことに気づいて。大学も文系ですね。はい、一応法学部なんですけど。あ、なるほど、はい、で数字ができないと。はい、もうすぐ辞めたんですか？そうですね、1週間合わないの続けてても辛いですからね。はい、でもやっぱりこれから生きていくために資格が欲しいと。はい、うん、どうしてもちょっと欲しいなと思って、ええ、そのやっぱり自分ができるのは文系の資格かなと思ったんで、うん、ここはやっぱ法学部ってこともあったので、ええ、行政書士かなって思ったんですよ。うん、でそれで行政書士の先輩のところに話を聞きに行ったんですけど、ええ、なんかその会話の中でちょっと自分は就職活動に避ける時間も勉強に当てられるっていう話をしたら、その司法書士はどうかなみたいな言われて、その時初めて聞いたんですけど、司法書士の話を、初めて聞いたんですね。はい、まあ、そこでちょっと司法書士にすごい惹かれてしまって。なるほど、どういう点に惹かれました？はい、この間その業務の広さ、広さ、うん、はい、やっぱ独立開業向きっていうその資格っていうのがとても自分の中で来るものがありまして。なるほど、登記とかね、専門貢献とか、はい、訴訟とかいろいろできますからね。はい、そういうのに惹かれて、はい、でもう始めようと決意してすぐ動かれたわけですか？そうですね、うん、1ヶ月ぐらいその予備校とか行ってみようかなと思って、ちょっと考えてたんですけど、まあ、いろいろちょっとダラダラしてしまって。1週間ぐらいならね、まだ短い方ですよ。はい、それでレックの方にも来てくれて、はい、その大学の方にその購買部にチラシがいっぱいあったんですけど、予備校の、はい、最初そのレック本当にとりあえずレックみたいな感じで電話して、その森山先生のその体験講座みたいのをちょっと受講させていただいて、そこで、あ、この人だって思ったんですよ。本当に、直感ですね。はい、新宿に来てくれて、はい、もうなんか12月だったんですけど、自分が行った時もみんな講義しててすっごい真剣で、もう。じゃあ体験みたいな感じで講義を覗いたんですね。はい、どうでした、その時の印象は？いや、みんな真剣にやってるなって。そう、真剣にやってて、もうついていけるのかなと思って。あ、不安がありました。はい、しかも途中からだったんで、はい、ちょっと怖いなと思ったんですけど、でもやっぱりここで引いちゃダメかなと思ったんで、はい、食らいついてやろうと思いました。なるほど、はい、で入ったわけですね。はい、それ決め手は何でした、講座を選んだ？やっぱり先生の講義ですね。すごい、本当に自分法学部って言ったんですけど、全然不真面目な方だったんで、単位 もう半分近く落とす年とかも全然あったんで、全然法学の勉強してないに等しいぐらいだったんで、初学者みたいな感じだったんですけど、先生の講義、その自分の中で初学者にもすごい分かりやすい。ああ、そうですか。そう、講義だったので、やっぱりそこですね、決め手は一番分かりやすさですね。始まっても分かりやすく聞けました？はい、とても。どういうところが？はい、事例とか難しい法律の事例とかを、その
先生なりに噛み砕いて、その、例えばアニメのキャラクターとかだったり、そういうのに例えてくださって、すごい面白くて、まあ、すぐ身に入ってくるっていうのかな。なんかそんな感じでもう、とても良かったです、はい。ドラゴンボールの話とかしましたもんね。はい、あの誰も笑わないですけどね。いや笑いたいけど、なんか収録中だからいや我慢しなくていいですよ。なるほど、はい、まあそうですね、ありがとうございます、はい、やっぱり大学で法学部行っているとやっぱりそこで法律のことをよく知ってんじゃないかと思いますけど、あんまり勉強してない方も多いですし、私もそうでしたね。もう単位がたまりまくって4年生でもう本当に卒業できるのかっていうところでしたけど、はい、その司法書士の勉強を始めると、やっぱりそれで大学の勉強が分かったりする面もありますよね。はい、ありました。もう単位取得に本当に大助かりでした、うん、先生の講義が。なるほど、はい、あの大学の勉強の方が多分難しいことやってるんですけど、真剣にやってない分理解はできないので、はい、ここでね真剣にやることによってこう、はい、勉強の方も進んでいくと、こういうことになると思いますね。さあ、そんな勉強を始めていったんですけれども、ちょっと、今日は教材を持ってきていただいたのでいろいろ見ていきたいと思いますが、こちらブレイクスルーテキストですね。で、いろいろ書き込みなんかもありますけど、この線を引いてあるのは、はい、これ講義で引いたんですか？そうですね、そちらの緑線は基本的に講義で引いて、先生がここをマックしてといったところを引きました。なるほど。ブレイクスルーは、はい、あの分量多いですけど、全て覚えなければ受からないわけではないですもんね。はい、この線引っ張ったところを中心に勉強したと、はい、で書き込みもいっぱいありますけど、これはあれですか、いつ書き込んだ感じですか？はい、もう本当にその講義の時に先生がおっしゃったことをすぐ忘れないように。なるほど、はい、って感じですね。で生講座受けてくれてましたけど、その時にこんだけ書いたわけですね。はい、あ、はい、書きました。もう今字が汚いんですけど、おかげで、もう急ぎ足で書いて書きまくりましたね。このブレイクスルーテキストいろいろチェックして書き込んでありますけど、これは何回も読んだりとかはしました？はい、あ、しました。もう20回以上多分読んだんじゃないですかね、全部通して。はい、どういう時に読むんですか、これは？これはですね、例えばこれは会社法ですけど、はい、会社が終わってから直前期とかその後の科目時とかに、はい、そうですね、もう過去問解いて分かんない時はもういちいち戻って読んでの繰り返しで、やっぱ直前期とかもずっとブレイクスルー、うん、過去問やんないでブレイクスルーだけ読んでたんで、はい、もう、あ、過去問やんなかったんですか？あ、もう直前2ヶ月はやんなかったですね、過去問は。あ、なるほど、はい、もうブレイクスルーをぐる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 こう読むと、はい、まあ、それはいい勉強ですね。じゃあ、はい、ちょっと速読的な感じで。そうですね、はい、うん、なるべく意識してそこはやってましたね。なるほど、はい、それあれですよね、はい、あのこちらの本に書いてある。そうなんですよ。あのこの小野さんって方も私のクラスの合格者で、こう勉強法の本を書いてくれてるんですけれども、はい、これを読んで参考にしていたんですね。あ、そうですね、はい、もう本当コピーっていう形で、でもやっぱり難しい、ちょっと再現できない部分もあったんで、うん、そこは自分なりに噛み砕いてこういうことをしたかったのかなっていうのを想像しながらやってました。この本役立ちました、はい、とても役立ちました。心の支えでした。あ、嬉しいです、ね、はい、ね、私のクラスの合格者の子を引き継いだっていう感じで、はい、またあの小野さんを参考にこう、ね、一発合格していけて、またこの話を参考にね、はい、一発合格してくれる人がたくさん出るんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はい、でまあ、あのこんな感じで付箋なんかも貼ってありますけど、これはあれですか、はい、あのこう過去問とかその答練とかで間違えたところも一応その色を変えて引いてたんですけど、うん、やっぱりなんかその読み込んでない分その定着がちょっと甘かったりしたので、うん、どこに書いてあるかそれ忘れちゃったので、よくそこにやっぱ付箋とか貼って、なるべくその目を通す回数を上げてました、そこ。あ、なるほど、はい、まあ、これもこの本に書いてありましたよね。はい、本当にやっぱりこう全部真似してくれて嬉しいですね、はい、やっぱりこう一生懸命やってれば受かるということですよね、はい、でそういうことであればこの携帯司法書士もこれもうなんかすごいボロボロで私も一回、ね、はい、ツイッターに写真を上げさせていただいたんですけど結構光栄です。もうなんかすごいことになってますね。いつも持ち歩いてたんですか？はい、もう電車の中とかも歩くときもなるべく頭の中でその知識を反復して忘れたところをちょっと即座に開いてっていうのをやってたんで、はい、もう本当常に携帯してましたね。なるほど、はい、でやっぱり何回も何回も同じ情報に接して、はい、これ触れていくってことが覚えるためのコツですからね。そうですね、うん、はい、もう
数えきれないぐらいやった感じですか、こんだけボロボロ。そうですね、もう覚えてないですね回数が分かんないぐらい、はい、はい、ありがとうございます。さあ、そんな感じで勉強を進めていただきましたけれども、はい、結構順調でした？いや、普段の勉強とか。そうですね、講義は、うん、そのついていくにはついていけたんですけど、やっぱりその復習とか過去問とかやってみて、うん、もう結構辛くて、なんか難しい、なんかそれでもやっぱり講義受けてもやっぱ定着してないから、まだ定着してない段階で過去問やってたんで、ちょっと辛いなと思ったりしましたけど、でもやっぱりなんとか、うん、やっぱ先生の講義に食らいついて、先生の姿見て励まされてって感じで最後までやり抜くことができました。そうですね、辛い時期はありますよね、はい、会社法あたりも多くの人やっぱり辛いですよね、はい、私もよく会社法あたりはこの難所だって話はよくするんですけれども、はい、うん、どうでしたそのあたりは。そうですね、会社法もその抵抗やっぱりあったんですけど、やっぱりなんか個人的に民訴あたりがちょっと嫌いで、なんか難しいなと、理解しづらいなってのがあって、うん、そこが個人的に難所でしたかね。なるほど、はい、民事訴訟なんかも理解しても過去問が解けなかったり、また難しい問題が出たりして、はい、なかなか難所でしたよね、はい、それ嫌いな科目があった時の対処法ってあります？嫌いな科目ですか、うん、いやもうとりあえず繰り返すってことしかやってなかったんですよね。本当にゴリ押しっていうか、もう何回もやっぱり読み込んだりすれば、おのずとそのきっかけは見えてくると思うので、その難しい、その自分がストレスに感じてる点っていうのが、うん、やっぱそこを見つけられるようにやっぱ読み込むっていうのを、何回も読み込むっていうのをそのやってましたね、はい、好きになりました？いやー大嫌いですねなるほど、もう好きじゃないけれどもやっぱりやらなきゃいけないからやるっていう、はい、ってことですよね。この試験というのはやっぱり全て配点決まってますから、はい、得点できるところ、得意なところをいくら伸ばしてもそれ以上進まないので、はい、苦手なところ嫌いでもいいからやると、はい、嫌いだっても思っちゃうぐらいでいいですね、うん、受け入れた上でね、はい、はい、で、そんな感じでやっていただきましたね、はい、でそれからその講義の中で今言ってましたが、過去問はすぐ解いてますか？講義は。そうですね、うん、割と過去問はその講義が終わる、その単元ごとに解くようにしてました。はい、なるほど。で、直線記は解いてなかったけども、その講義の後解いて、はい、じゃあブレイクスルーかなんかにこう間違ったところを書いたりとかして、はい、そうですね、直線記はそれを読んでいたということですね、はい、そんな感じです、はい、よく私が講義の中で直線記はこの過去も年度別にしろみたいな話をしますけれども、年度別とかには、はい、あ、しました、しました、全部しちゃいましたあれ分解したんですか？あ、ちょっと弟とかで手伝ってもらって。それいいですね、自分の時間家族に、なるほど、はい、でそれを年度別に模擬テストのように解く、はい、うん、これもいい方法ですよね、はい、先ほどの本にも、ね、書いてありますけれども、はい、やっぱり直前期もうちょっと体系別にやってるとキリがないので、年度別に切り替えてきちんとやるということがいいかなと思いますね、はい、はい、で、まあ、そんな感じでやってますけれども、お試し受験はしました、はい、あ、しました。講義が民法から始まって民法終わったあたりでこうありますけれども、はい、民法は解けた感じですか？解けましたいやそれで受かるっていう実感が、はい、多分このまま続けてればいけるんじゃないのかなって思ったんですよね、あの時。だけどなんかそのまま民法放置して、うん、しばらくしちゃって、うん、また解けなくなってましたなるほど、はい、そうか、まあ、調子に乗ってもいけないですね、はい、そうですねまあでもそれで自信がついたって良かったですよね、はい、お試し受験ってした方がいいですか？多くの方は4月とかから勉強を始めたり、はい、あとは秋生であればもうちょっと前からやりますけれども、はい、大体民法とか不動産登記ぐらいしかやってないんですけど、はい、それでも受けてメリットってありました？あ、十分あると思います、うん、はい、お試し受験することでその会場の雰囲気とかその本番 の, その椅子の形とか、うん、なるほどやっぱりそういうのを把握しといて、本番きっと自分だったらこういうふうに緊張するんだなっていうのをやっぱり把握して、うん、なんかクッションを敷いとくっていうのは大事だと思うので、はい、事前にだから絶対した方がいいと思います。会場どこでした？あ、自分は明治大学でした。明治大学、はい、うん、会場は良かったですか？そうですね、椅子が硬かったんですねまあどこの大学でもそうですよね。ああ、そうですね、まあだからやっぱりお試し受験して会場の雰囲気を知るとか、はい、あと朝の様子とかね、はい、いろいろありますからね、緊張しないようにまあ受けとくってのはいいかもしれないですね、はい、はい、でそれからお試し受験して、それからまあ講義も順調に受けてもらって、大体講義には出席してくれてましたよね。あ、はい、ほとんど出席しました、でもちょっとだけ、うん、本当にどうしても
辛すぎるって時がやっぱり何回か正直あって、 ありますやっぱ順調にいかないですよね、はい、そうですね、その時はもうサボりましたねだけどでも本当にそれその分もすぐ取り返すようにして、うん、やっぱり、はい、ちょっと充電、ちょっとの間だけ充電するみたいな感じで。サボった時はどんな気持ちですか？罪悪感がそれがいいですよね。あのサボり続けちゃいけないですけど、はい、その罪悪感が次の勉強の糧になりますからね、はい、ええ、でまあ確かにそうですね、まあこれは人にもいるでしょうけど、まあ、ちゃんと続けるのがいいでしょうけれども、はい、どうしても辛い時は休むということも大事かもしれませんね、はい、あの長丁場ですからね、はい、はい、で、そんな感じでやって直前期迎えます。直前期はあの当連とかもしは受けましたか？あ、受けました。その基礎講座についてたので、うん、もうそれをだけ受けるようにしてました。ファイナル編、はい、はいはい、どうでした？問題とか難しかったですか？難しかったですね。特に記述がもうなんだこれって感じで、なんか本当に当連はボロボロでしたね、うん、本当に B とか C とかで全部、はい、じゃあそれぐらいでも諦めないで最後までやることが大事ですかね。そうですね、はい、模擬テストは多少成績取りました？あ、模擬テストは良かったんですよ。なんか、まあ、たまたまだと思うんですけど、S が3回ぐらい取れて、うん、なんかあやってきた意味があったんだなって、やっぱそこでも実感して、もうちょっと調子に乗りましたね、うん、なるほど、模擬テストとかやっぱり当然受けた方がいいですか？あ、絶対受けた方がいいと思います、はい、何にいいですか？あのやっぱりその時間配分とかはもう自分で演習してる分だとちょっと把握しづらいと思うんですよ。やっぱそういうところでその練習するとか、うん、模擬テストとかで、あとその自分の本番の心構えをちょっと、どういうふうな心構えだったら自分緊張しないかとか、そういうのはやっぱり知っておくべきだと思うので、やっぱそういうところの練習のために模擬テストとか受けた方がいいと思います。模擬テストの受け方とかあります？ここは注意して受けろとか、はい、ああ、そうですね、現場で受けろとか。そうですね、やっぱ現場で受けた方がいいとは思います。やっぱり通って実際に受けてみるのと、うん、家で届いて受けてみるとね、またちょっと違うと思うので。緊張感違いますよね、はい、ちなみにあの期日はいつ解きました？はい、あの、はい、3時間の中で午後の部3時間受験、はい、受験時間ありますけれども、はい、最初択一から始める感じですか？択一派ですね、はい、択一をどれぐらいで乗り切れます？だいたい 4,50 分ぐらいですか？早いですねなんかめちゃ首カクカクしますもん早く、はい、で期日に2時間取れると、はい、いうことですね、はい、なるほど。で択一早く解くコツってあります？はい、あ、もう本当にそのさっき森山先生が、あの書いた本のにもあるんですけど、ああこれですね、はい、出しますよこれですね、これとあともう一個青い本、あテクニックの本、はい、はい、これちょっと今ないあの本とかにもあるんですけど、やっぱりその曖昧な詩とかを三角、確実に切れる詩を丸、×とかにすれば、うん、やっぱりそのない時間なりにその足で考慮して、うん、全部検討するんじゃなくて足で考慮して解けばだいぶ時間の短縮につながると思うんですよね。全ての選択肢は読まない、読まない、はい、うん、ちょ怖いとこもありますよね。そうですね、でもやっぱり期日に時間が取れないでダメっていうのが一番ちょっと自分の中で怖かったんで、うん、やっぱりそこはもうちょっと割り切るしかないかなって思ってました、ね、あとはちゃんと勉強している方であれば選択肢見て分かるか分かんないかがすぐ分かったりとか、はい、あ、これあの判例だなって分かりますから、そういう意味でも時間の節約にはなりますよね、はい、はい、でそれで期日にも回せて、はい、で本番も無事終わって、手応えはどうでした？手応えはちょっとなくて、最初も今年ダメだなと思って、もうツケが回ってきたのが調子乗ったと思ったんですけどあの午前が26、で午後が32で、もう午前の段階で足切りにあったなと思ったんですけど、うんうん、午前の基準点がね、はい、意外とでも大丈夫でしたね。なんかあんま難しかったのか今年は。そうですね、あの、はい、初めのうちは基準点が高いんじゃないかって予想でしたけれども、はい、うん、やっぱり多くの受験生が取れてなかったから、周りが取れてないとやっぱり基準点下がりますから、あ、まあ、みんな取れてなかったということで、はい、それはちゃんと勉強した成果が出たかなと思いますね。あ、じゃああれですか、はい、その基準点が発表されるまでは結構不安でした？不安でしたね。そこが一番不安でした。なんかなんていうのかな、本当にもう基準点落ち、うん、かどうかだったので、やっぱなんかちょっと基準点落ちだけはどうしてもちょっと避けたかったので、そこが怖かったです。なるほど、基準点通過すればあの少なくとも期日の採点されますからね、はい、
その基準点は大きいですね、はい、ただやっぱり難しいですよね。基準点クリアできる人数も限られておりますからね、はい、まあ、そこをクリアしたと。で、無事合格して、はい、今があるということですね、はい、はい、ありがとうございます。で、まあ、レックを選んで、で私のクラスを選んで合格していただきましたけれども、あのレック、それから私のクラスで勉強している方に対するアドバイスとか、はい、激励とかあればお願いしたいというふうに思いますけれども。あ、やっぱりそうですね、なんか一番大事にしてほしいのはその自分の中で負けない心ですかね。負けない心、はい、うん、やっぱりみんなで仲良く手をつないでゴールできる試験じゃないので、そのやっぱり自分だったりその環境だったり、そのやっぱ最終的にはそのライバルだったり絶対に負けないぞっていう心が一番のその原動力になると思うので、あとそうですね、それをみんなに持ってほしいかなと思います。はい、はい、あれですか、まだ若くていろいろ友達関係とかもあると思いますけど、結構やっぱり1年間遊ぶの我慢したりは、はい、そうですね、あの卒業旅行とかも全部断って、はいはいはい、その飲み会とかも、うん、もう友達減りましたねきっと大学4年の間がずっと勉強でしたもんね、はい、私もそうでしたけどね、あのその間も一滴も酒飲まないって決めて、ね、大好きなお酒を我慢して勉強してましたけど、まあある程度犠牲にせざるを得ないところありますけど、ただその犠牲にした分やっぱり結果を出してほしいと思いますから、はい、こういうね勉強法なんかをやっぱり、こうやってちゃんと勉強された方から聞いてこうやっていただきたいなというふうに思いますね。でこれから、この資格を生かしてどうする予定ですか。はい、そうですね、最終的にはその独立したいなと思ってて、うん、あのやっぱり自分の手でその稼いでみるっていうの、まあ、人に雇われるのもいやそれはいいんですけど、やっぱりせっかくだからそのチャレンジをしてみたいなと思って、その社会に、だから最終的にはその独立開業を目標に頑張っていこうかなとは思ってます。はい、はい、もともと司法書士取るときはそのようなつもりでしたもんね。はい、でこれからやっぱりこれからの時代のことを考えると、やっぱりこう自分の力でやっていくってことが、まあ、会社なんかにあんまり頼れない時代になってきますからね、なんか本当に大きな企業なんかでもどうなるかわからない時代ですから、そういう意味では司法書士の資格ってすごく役立つかなというふうに思いますね。はい、で今日はいろいろ、はい、聞きましたけれども、はい、いろいろ答えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。でこれからね、また受験生も頑張ってもらいますので、あの皆さん参考になったかなと思います。本当にありがとうございました。